こんにちは。今回はですね、ブログってこんなに難しいとは思いませんでしたみたいなタイトルの動画だったんですけども、いやこんなもんじゃないですよ。脅すだけじゃないんですけども、私ブログを始めようとしている人がいるんだったら絶対に止めますね。人生の無駄になると思います。はばかりながら私、そのブログのアフィリエイトでですね、18ヶ月間月収200万から300万を稼ぐ、日本でもトップ10入りのですね、トップアフィリエイターだったんですよ、サイトのアフィリエイトで。で、私でももうやらないですね。人生の無駄になるんですよ。トップアフィリエイターでも裸足で逃げます。ただしですね、言ったようにこの難しさ、参入障壁があるから、これを抜けたら無法地帯になるっていうかね、独り勝ちになる状態、それはその通りなんですよ。ただやっぱりね、 YouTube の100倍とかね、1000倍ぐらい難しいですね。いや、ブログはね、もう厳しいですね。理由がもう一つあります。ブログってのはいくらね、いいブログを作っても、その収益化の仕組みとか、ブログのあれですね、ページビュー、それにヒットですよね、検索にブログってかからないといけないんですけども、検索にかかるブログを作ったら Google がロボットでそのブログとコピーを作るんですよ、どんどん。ですから、いいブログを作れば作るほど Google がそれをコピーして、それを上位表示させるんで、アフィリエーターってね、軒並み殺されるんですよ。いや、厳しいですね。だからね、本当にね、ブログをなんか緩やかに、本当に自分の趣味のためにやるんだったら全然いいと思いますけども、収益化につなげるんだったら、いや、私の見識ではね、1万人やって1万人失敗するんじゃないかなと思いますよね。で、今もうブログで当ててる人も YouTube に流れてきてるんですよ。これが何を見せるかなんですよ。ブログはもうみんな諦めて YouTube 来てるんですよ。確かに、だからこそブログがガラ空きになってるっていう考え方もあります。まあ、そう考えるとやるのはいいんじゃないかなと思いますけども、人生の無駄になるとトップアフィリエーターの私は思いますね。他の、マナブログっていうね、マナブさんとかも結局ブログじゃなくて YouTube に移ってきてるところを見ると、マナブさんとかぐらいになったらね、ブログでもしっかり稼げるし、あと池早さんとかもブログの人なんですけども、この人も YouTube 来てるんですよ。だからブログがね、私が考えてるのはテレビと同じぐらいのものになってきてるかなと。一時期はブログっていうのは全盛期だったんですけども、YouTube のその再生がものすごくできるようになってきた。通信速度が速くなって、今度 5G になるわけじゃないですか。こんな環境が整ってるところに、ブログ果たしてアクセス集まるのかなみたいな感じなんですよ。で、いう前提があります。多くのトップブロガーは YouTube に来て、それからテレビでタレントさんやってた人もどんどん YouTube に来るということで、YouTube 一極集中で、YouTube が上りのエスカレーターなんですよね。だから上りのエスカレーターに乗ると自分の実力以上にチャンスが広がりますんで、 YouTube とブログを比べるなら1000倍ぐらい YouTube だと思いますね。 YouTube に一本に特化した方がいいと思いますね。というふうに私もね、大変さを未だに実感してます。で、ブログで稼ぐ方法がないのかって言われたら、実はね、ないことはないんですよ。それは YouTube を見る人って、基本的にですね、楽をしたい人なんですよ。情報がどんどん流れてきますから。だからね、 YouTube を見る人って YouTube ばっかり見るんですよ。で、受け身の人なんですよね。あんまり勉強熱心じゃないです、 YouTube の人は。でもブログの方って文字を見る方なんで、文字を見るのが好きな人とか、勉強が好きな人とか、本当にね、能力高い人がブログをしっかり見るんですよ。ということで、ブログで当てようと思ったら、ブログの内容は見てる人よりもレベルの高いものになりますんで、ものすごくいいエントリーがね、エントリーってのは記事のことなんですけども、それが書けるんだったら、もう記事書くしかないんで、ブログってのは。そのすごくいいエントリーが書けて、頭のいい人でも、あ、これすごいブログだなって思わせるぐらいライティングができていれば、ブログにもまあチャンスはあるかなと思うんですけども、その労力をかけるんだったら YouTube の方が早いなというのがね、私のね、私一人のね、感想ですね。もしかしたら私の見識が違うのかもしれません。で、これからブログを始めようとする人に水をぶっかけるようなことを言うんですけども、これドリームキラーでも何でもなくって、現実なんですよね。これどう考えてもブログってもうね、終わってるんですよ。ブログってもの自体が。で、残存者利益ってものがありますんで、ブログでものすごくね、アクセスを取ってる人ってのは不動の地位を占めるんですけども、それだけにこれから始める人が、収益を上げようと思ったら、おそらく3年後からになると思うんですね。どうやっても3年間ずっと書き続けて、ブログブログブログ、しかも1日1記事とか全然ダメで、いろんなジャンルのものを複数書いていくっていうね、ブログの同時進行っていうのが求められるなと思いますね。きついですね、結構。でもそういうのを跳ねのけてね、やる意思が今回ミスター M さんにあるということで、私なんてビビって撤退ですから。
トップアフィリエーターでもビビって撤退するところにやっぱり、ね、戦いを挑むそのミスター M さんの底力、これはね僕は買ってあげたいっていうかね、尊重したいと思いますんで、私のこの動画を見てもまだね燃えない、燃えるものが燃え尽きないんだったらぜひやってください。あとはもう根性だけです。はい、では頑張ってください。失礼します。